佐藤すみかです。綺麗に痩せるフルーツサラダのレシピをご紹介します。さあ、あなたは、最近いかがですか？こうだんだん暑くなってきて、こうお洋服がこう薄着になってきていませんか？でそんな時にこう例えばお腹周りであったり、こう足周りが気になって、こう洋服選びが体型に合わせてこう選ばないといけない、憂鬱になったりしていませんか？でそんなあなたに朗報です。綺麗に痩せるフルーツサラダの、まあ、今日からですね、取り組めるレシピをご紹介していきます。このレシピを作って日々 の、その食生活に取り入れていただくことで、こう体の中から綺麗に、まあ、特にお腹周りをですね、すっきりさせることができますので、お楽しみにされていてください。で流れは、今から材料をお伝えして、その材料が持つ力と最後に作り方と、この3部構成でお伝えしていきたいと思います。ではまず早速材料から、ご説明しますね。でこちらつまり痩せるフルーツサラダです。まず大根が 200g、大根葉が少々あればで結構です。あとはリンゴが1/3個、約 100g と、まあ、塩麹が大さじ2杯と、もうたったこれだけなんですね。ではなぜこの材料であなたが、痩せることができるのかということなんですけれども、まずこのメインの大根がですね、もうとにかく食物繊維が豊富で水分もたっぷり、また消化酵素がね、あの素晴らしい力を発揮して、お腹の中からこうどんどんこう燃えやすい体質にしてくれるんですね。で次にこのリンゴは、私たち女性にとっても嬉しいこといっぱいなんですけれども、あのもちろんビタミン C が豊富であったり、リンゴのポリフェノール、またペクチンというこの成分がたくさんあることで、美肌効果ももちろんですし、この特にペクチンとかはですね、その腸内環境、あなたの腸をきれいにしてくれる成分ですから、お腹の中からこうごっそり断捨離できるわけですね。お腹周りがすっきりできるわけです。そしてまたこの最後塩麹ですね。もう発酵食品の、まあ、代表といっていい、その麹ですね。酵素です。こういったその酵素の力を借りて、腸内の、環境、腸内細菌がですね、こう喜ぶあの状態にしてあげることができるんです。それではこの作り方お伝えしますね。まずこの大根は、きれいに洗って薄いいちょう切りにしてください。そして大根葉は、お好みの大きさにこう切っていただいて、こうさっと茹でた後に冷水にとって水気をしっかり、切ってください。3つ目、リンゴです。こちらもぜひ皮付きのまま、薄いいちょう切りにしましょう。であの塩水にこうさっとくぐらせてですね、ボウルにあげて水気を切っておいてください。さあこの以上の材料をボウルに入れて、最後に塩麹を大さじ2杯入れたらよくなじませます。以上です。もう超簡単、もう私はですね、簡単なレシピが大好きなんです。あなたもそうではないですか？こう日々忙しくて、こう食生活こう気をつけてあげないといけないな、こう自分自身もそうですし、その大切なご家族のためにもこうなんとか手作りしてあげたいなってこう思うじゃないですか。私もそうなんです。ただそんなにこう手の凝ったものはですね、まあ、買い物に行く時間も作る手間もですね、大変です。もう本当に女性はもう本当に忙しいですよね。やることいっぱいで、その時に簡単なものであれば、しかも綺麗に体の中から痩せることができて、こう続けられるですね、こういったレシピってアレンジも効きますし、もうぜひ日々の、あなたの食生活に取り入れてあげてください。あなたご自身と、そして大切なご家族のためにぜひお役立てくださいね。でまたこのレシピは、実はのファスティング中 の、 あの準備食、回復食にも役立ちます。ですからぜひ取り入れてみてください。でまたこのファスティングご興味がおありの方は、こちら
詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後、直接私までご相談くださいね。またこの動画のお話をこう繰り返し見ていただいて、こう繰り返し実践していただきたいと思います。さあ、このお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。